山内大二です。偏差値ではない真の大学ランキング科研費2020年度という話をしたいと思います。皆さん大学のね序列ランキングっていうと偏差値っていうんですけど、本当のランキングは科研費です。科研費とは科学研究費助成事業と言いまして、学術研究を発展させるために独創的先駆的な研究を助成するという事業で、文部科学省と、日本学術振興会が取り組んでいます。すなわち大学の研究のために政府がお金を出してくれている。そのお金が多い大学こそ研究の優れた大学である。これは偏差値ではない本当の大学の序列と言えるんじゃないのかなと。もちろんこれが全てだっていうつもりはありませんし、そのランキングとか序列というものを絶対視はしません。ただ受験の難易度ばっかり受験生や受験業界が気にしすぎなんで、研究力のランキングを知っておくことも、まあ、勉強になるのかなと思いまして、この科研費ランキング、2020年度と、まあ、もしかしたらこのネタ毎年やるかもということで、まず1位東大、当然ですね、225億円です。1年でそれだけのお金がもらえるんですね、研究費が。2位京大、139億円。関西の人、京大って東大と同じだと思ってるかもしれませんが、はい、こんだけ研究費違います。だから悪いってことじゃないんですよ。3位大阪大、105億円。なんとですね、京大と阪大合体したら東大よりすごいじゃんって言うんですね。4位東北大、97億円。5位名古屋大、80億円。6位九州大、71億円。7位北海道大、61億円。8位東工大、45億円。9位筑波大、42億円。10位慶応義塾大、37億円。おっと、慶応義塾、ここで私立きました。これらの順位が高い理由はやはり医学部があるから。医学部が研究でお金使うということで、まあようやく慶応が入ってくると。で、筑波とか東工大、まあなかなか高いと。で、以下、11位神戸、12位早稲田、13位広島、14位千葉、15位岡山、16位金沢、17位東京医科歯科大、18位新潟、19位、熊本、20位長崎ということで、はい、実は地方国立大学なかなか強い。まあ医学部持ってるところ中心なんですけど、で、私立大学は確かに受験の偏差値は高いんですが、研究水準においては国立大学はやはりすごいんだということを皆さんに知ってほしいんですね。もちろんこういった序列が全てではありません。でも偏差値が全てではない。この科研費、研究費の資金がある研究水準が高い大学を選ぶっていうことも、特に理系の人には一つの選択肢としてあっていいと思います。なのでこの科研費の配分額が多い大学というランキングも大学選びの参考にしてください。これもあくまでも一つのものの考え方です。ぜひご検討ください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。またメガスタの LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを進呈します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。